いつきれいのみんなとシェアハウスができる。あー、いや、できなくはないかな。ただマンションが8室あってとかならいいんだけど、その1室の中に、まあ、例えば 8LDK とかね、そういうのだったらちょっとわかんない。101誰誰、102誰誰とかやったらまあ全然あり。マンションの101の中が 8LDK とかやったらちょっときつそう。いや別にあれよ、ちゃんと防音室があって配信できる環境があったらまあ大丈夫なんだろうけど、そこじゃなくって、そもそも掃除ができるかとか、お風呂の順番とか、トイレ掃除の担当とか絶対サボる人いるもん。そこが多分守れない人が絶対に発生するから無理だね。仮に経営が苦しくなってお金がちょっと厳しくなったって時に、じゃあお前全然家事とかせえへんからちょっと余分に払えよとか、なんかそうなって揉めんのが私は嫌だから。別にそんなケチな人おらんと思うけど、でも本当になんかお金の余裕は心の余裕だから、そういうので揉める一期生は私は見たくないかなと思ってね。考えがリアルすぎる。誰かの彼氏と出くわしたら気まずい。まあ仮に誰かが恋人を作ったとしてよ、まあ、例えばはじめさんが彼女を作ろう、あ、まあそれはちょっと嫌かな。はじめさんはみんなのねものだからね。なんか逆にうちらってあんまりお互いに干渉しないから紹介するんじゃない。全然悪いことじゃないしな。気まずいのかな。いや、もし凛にできたら、あー、いやでもそりゃそうよなってなる。あんなにええ人がなんでフリーなんだってならん。一期生の誰に彼氏彼女恋人ができたとしても、そりゃこんないい人におらん方が謎やからなって私なるからな。あと凛が選んだ人なら大丈夫だ。もしそれでさ、ホストっぽくてさ、キンキンでさ、チャラチャラでさ、私みたいな服着ててさ、おーチェース、リン、ちょっと金金みたいな感じのやつが来たらそれは言うよ。リン先輩がそんなするわけないもん。あー、はじめさんに彼女ができたらショック受けるかな。私たちより可愛いの？はじめさんみたいな感じで多分みんながなると思う。見せてみなさいよ、うちらよりスペック高いんやろなって言って多分言う。ネタでね、ネタで言ってるかもしれない。まあなんか仮に声が乗ったとかね、そうなった時にマンションの廊下とかで喋ってて、それが響いて、例えばね、あのマイクに声が乗ったとかなったら、え、誰？お前の？それとも誰々の？誰々だろ？いやいや、誰々にできるわけねえじゃんみたいな、なんかそういうのになったらちょっとね、あ、私じゃないけど、うわ、でもここは誰々のもあるし、あ、ウーバーの人ですみたいなね、全員がウーバーの配達員です、はじめさんが声真似してましたって言うわ、じゃあ。あ、そうするわ。この度はベローンの配信に声を乗せてしまったがゆえに、いろんなリスナーさんに迷惑をかけてしまって本当に申し訳ございませんでした。はい、ということでね、今はじめさんに来ていただいたんですけれども、まあ、 そういった経緯でね、ちょっと声が乗ってしまって、もう本当にね、まあ、私は普段からガチ声するなと言ってますけれども、でもまあ実際にね、他の全く関係ない人の声が乗ったっていうので、ちょっと心配かけてしまったと思うんですけれども、まあ、実際ははじめさんだったので、もう私の方から謝罪させていただきたいと思います。本当に、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。今度からはちゃんと防音室を買って、自分の配信スペースっていうのを作って、対応していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はここで配信を終わらせていただきます。このアーカイブは限定公開として、残させていただきますので、皆さんご意見とかあると思うんですけれども、しっかりコメント欄を受け止めさせていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではこれからもよろしくお願いします。今回は本当に申し訳ございませんでしたっていうね、こともありえるので、まあね、そういうのにならないためにも、まあ私はちゃんと部屋を分けたいし、結論だから無理できないことはないって感じかな。